どうも、エルサです。それでは今回は出てみた、そうですね、こちら脱出太郎さんというシリーズですね、やっていきたいと思います。まあまあ結構ね、有名な実況者の方もやってますが、ちょっとそこまでやったことなかったんでやってみたいと思います。では、スタート。さあ、アイドルかなと思ったら、すごいね、ニューシングル、アニメ、今朝固めオンリーと。今朝固めだけか。オープニングテーマの大体三頭筋ニコルということで、この子はナタデココちゃんらしいですね。じゃあ、そうだね、早速やっていきましょう。はい、あ、ポスターっていうか、はがきかなんかだったんで、ね、なんかいるしね。なんだこのうさぎさん。だいぶあれだな。さあ、これは触れる。ああ、ネジがあるみたいだね。竹刀が何か使えるわけか。で、こっちは、ああ、ガチャガチャ。押しても何も起きないと。ああ、でもなんか鍵が入ってるね。一応、左右どちらかいけるみたいだね。じゃあ、右。ドアップ。ああ、はいはい。色がつく。4色ね。ああ、これはまだ、ん？何かはめれる感じか。いや、特にはない。そうか。まあ、ただここはなんか使いそうな感じではあるね。じゃあ次。花が、白、黄色、青、赤。なんかある。まあ、戻る。こっちはない。こっちは、あ、なんか持ってるね。なんか持ってるけど、あれ？もしかしてこの中の人全裸？まあ、いや、白、黄色、あ、青、赤。先にちょっと全部見てから見てみようかな。あー、ネジね。はい。8514、矢印。ほう。ネクタイ。これは、この後ろのマークも気になるけどね。緑が7で、黒が9。ほう。あ、ここまでか。じゃあ、ちょっと戻って。おー！なんかいる。気持ち悪いな。さあ、動かない。あ、この人、この人だけ動かないんだね。いやー、なんともちょっと、独特な3人の。あ、で、これが金の、鍵がかかったっていう感じか。出口になるのかな？ボケが多い。やーべえ、ビブラード効いてる感じがする。これ、バトリオシカ式だね。ビブラード。いやー、突っ込みどころが多すぎるんだよな。あ、ここも鍵。あ、双眼鏡。おー、ゲットできたね。4957、うさぎ。赤は8。ああ、出てくるね。あ、戻るんだ。一白は1。カマキリ。青は4。おお。これ、ちょっと途中でメモ。どうしたの？そんな悲しい顔してどうしたの？いやー、そっか。あ、ここもドライバーがいるんだね。そうか。そしたら、ちょっと、メモを用意して、やっちゃいますか。文明の利器使ってもいいんだけどね。写真がいっぱいストック溜まるのはめんどくさいんで。じゃあ、やっていきましょう。ちょっとね、この双眼鏡気になったのが、まずこれ、もう一回も出そう。その前に、なんかね、ここがね、黄色は5。黄色が5。はあ、なんか、黄色が5ね。はいはいはい。じゃあ戻って、これが、白、黄、青、赤。
いやー、このゲームあれなのよね、フラッシュゲームなっていうところもあって、音がねほとんどないんで、今回後付けでつけていこうかなと。さあ、赤、あら、これではないか。白、黄色、青、赤と思ったんだけどね。違うみたいだね。特に触っても何も起きない。はー。そうか。したら、これも戻る。これが8514。桜のマークっぽいのがついててだね。下赤矢印。8514か。で、緑が7で黒が9。7で黒が9。まあ、結構色多いね。3人ね。ネクタイがなんか欲しいところかな。ビブラードくんも特に触って何もないと。ウサギが4957。ウサギね。一番下は赤が8。赤が8。そうだね。お前は何なんだ。マジで。で、白が1。で、青が4。青が4。特にこのカマキリを触ってもという感じ。で、君はね。君は何なんだ。そう、一周しちゃったね。何かしら回すものがあるはずなんだけど、そしたらちょっと変えてみようかな。さっき白、黄色、青、赤っていうのがダメだったんで、ちょっと先まで手に入った数値を使って、まず8514っていうおしぼりじゃないしおりがあったんで、8514の並びでちょっとやってみようかな。8が赤、5が黄色、1が白で、4が青。あ、違うか。じゃあ逆してみようか。ここ赤と青入れ替えて、白と黄色。あら、違うね。うさぎのところ4957。あー、そういうことか。うさぎだからそういうことか。なるほどなるほど。うさぎだから4957。4が青、9が黒で、5が黄色の、7が緑。さあ、これでどうだ。お、開いた。ナイススライディング、いいね。あー、そういう感じね。じゃあ次。やべえな。で、どけて、取れて、おお、プラスドライバーゲット。戻る。もう白、黄色、青、赤は何だったんだろうね。頭がめり込んでる。やべえな。ネクタイ
ネクタイっぽいよね、これね。これもちょっとメモしようかな。はい、メモしました。ネクタイとかね。まあ確かにネクタイのキャラクターはいたんで、何かしら。この本棚は見れないか。で、青と黄色だね。青と黄色。これ、もしかして、青だったら、青が4色、4だよね。4だって。1、2、3、4と、黄色が5。1、2、3、4、5。で、特にそういうわけではない。まあ、じゃあドライバー使いますか。ドライバーはここだね。さあ、開いた。地下への扉。上。4。1、4の1、5の、いや、違うな。矢印これあったけどね、何なんだろうね。お、さらに新しいのが出てきたね。矢印が上とした時に黒丸がついてるね。2マス分ぐらいのマスと1つ2つ3つと。ほう、まだどんどん新しいの出てきたね。まず右から行ってみましょう。なんか嫌な感がするからセーブ。寝ろーと。さあ、戻ってきました。なんだこれ。この人は、おおは、双眼鏡か。はい。めっちゃパチパチ言うじゃん。ってことは、この人は何かがあるんだね。春品さん喜びそう。この人も、剣道しないだね。はあ。これなん、パンダか、なんか、あ、また戻った。パンダか。まあ、とりあえず、セーバーできてるっぽいんで。おお、こんな感じだね。あ、これで戻るね。上げてみましょうか。あれ？あ、特にか。あ、こっちは見れない。これは？あ、騙されましたよ。ドッキリエンド。あ、上ね。ん？で、上に行くと、ああ、はいはい。繋がってたのね。さあ、上行きなさいと。びっくりした。ひたすらクリックしていったらすごいことになったな。あ、はいはいはい。これが、1、3、6、2、4、5。4つになってるってことは、なんか4つのボタンを順番に押すって感じか。いや、どうじゃの？そんな顔して。で、こう。はあ、反対側に来たわけね。はあ、これも。こっちは、ああ、なんか変なマークあったね。これ矢印があったんで、ちょっと変えると、1、2、あれ、こうじゃない。ああ、逆か？
おー、逆だったね。あー、ヤスリが手に入ると、そう、ヤスリは手に入った。まあ、どっちみち謎解きはさらにしていかないといけない感じ。嘘だろ。あ、ありがとう。しかもペチペチできる。マジか、ごめんて。じゃあ戻っていって、さらに進んでと。さあ、ヤスリが手に入ったんだけど、あ、まずこれだね。はい、で回す。おー、でこれが、あ、開けるね。おー、中身ゲット。よしよし、進んできた進んできた。で、これマイナスだもんな。こっちか。これが、おい、使う。お、ネクタイ出てきた。しかも赤いネクタイ。いいね、サクサク進み始めたね。戻って右手、そしたら赤いネクタイを君にどうぞ。さあ、これがどうなるかって、青、赤、黄色か。そうだね、矢印をやってみようか。さっきの136245だった数字だね。123456ではない。そうか、3つあったからなんかそれっぽいかなと思ったけど違う。ビブラード、君の、いや、君の頭は削れない、突っ込むこともできない。そうなってくると、赤8、ここの鍵もねまだ手に入ってなくて、特に触ってもか。うん、そうだね、特に触ってもなんだよね。やべえなー、あの顔やべえなー。この辺りは触れない。だよね、特にだよね。なんかこの辺りでなんかありそうな気はしたんだけど、でもないもんな。そうか、なんかこれがね、なんかありそうな気がするんだけど、これも特に押せないしね。あー、赤い部屋を解放したらか。これだね、君も叩けるだけと。そしたら、こっち向いて、多分君これかな。あ、しかも自分に当てる方か。どんなや。あとは君だね。あ、もしかして、ちょっと今ひらめいた。ドライバーがあるよね。なんだけど、これ、ヤスリで。あら？あ、やっぱそういうのはダメか。これと、ああ、ではない。まあ、一回セーブしとこう。そうか、でも取れないんだね。となると、あの
ネクタイを探すしかないって感じか。これがね、ネクタイがちょっと気になってて、青、赤、黄色でしょ。もう一回それぞれ倒してみようか。青が1234で、赤が1234567 8、黄色が1234 5、特に、変化なしか。いやー難しいね。だ、逆に1234 5 6、おー来た、逆か。そう、それが飛んできちゃう。いやー、ズラだったか。あ、しかも鍵がめり込んでる。はい、見なかったことにしておきますね。で、ここが、うん、使う。うい、あ、いった。おー、なんか、こけしが出てきた。はい。これがやっぱ削るのかなと思ったんだけど、違うんだろうね。あとはそしたら、頭を見つかって、ヤスリで開けて鍵も開けた。なんか残像が見えたけどね。残像が見えたけど特に意味がない。どうしよう、むずいな。いやー、どういうことだ。もう一回ちょっと探してみようかな。なんか謎解きがまだ終わってないのか。ちょっと待った。花8514。あ、別に伸びるわけでもないし、ん、ちょっと待った、伸びるわけでもないけど、これなんか見覚えあるね。一番下上、4132、これさ、4132。あら、ダメか、逆は、4 1 3。あー、これでもないか。矢印がなんかヒントにはなってると思うんだよな。8が赤だよね。ちょっと待った、これちょっとなんかいけそうな気がする。とりあえず思ったのが、赤が上から2番目、赤が2番目、青が上から3番目、黄色が1番目、白が4番目上からね。で、さっきの8541、8赤なのよ。
で14白赤でしょ、で5が黄色で、多分いろいろそこ欠けてるんじゃないかな。これを矢印でやっていくと、まず4が来る、ってことは白なんで一番下1、黄色なんで一番上、あでもこれさっきしたんとかあらないよな。5、あちゃ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 、4が青か、青だから3、で1が白で、この場合4に来ると。で、次が5が黄色でしょ、で黄色は1番目だからこれで、で8が赤で、赤はそもそも2番目と。おー来たー、ゲットだね。あら自動で合体するのか。おー2つ OK。 しないがね、しないが取れないのよね。なんかね、こいつなんかするのかなと思ったりしてるんだけど、この状態で、あできたできたできた、あこうやってするのね。選んでこの状態開いて他の選ぶんだ。はあ、いやー手間がかかる分かってたけどだね。さあこれでアイテムがほとんど揃いましたね。いや意外と大変だな。結構ね、絵的にそんな大したことねえだろうと思ってたんだけど、バリバリ、おい、あら、あげるそっち、結果全員自分にぶつけるっていうね。あ全員揃ったね。はあ、なんと悪趣味な。さあこれでポチッとな。おお、脱出の鍵ゲット。んじゃ、行きますか。皆さんご苦労様でした。そしたら脱出しました。脱出エンドリプレイ。いやーそんな感じか。じゃあちょっともう一つのエンディング探してみますか。おまさかのだよ、全部しないといけなくなるんだね。はいはい、ということは今度からセーブしておいた方が何かと。特になし。なしか。いやー最後、あらなんか変わってる、これ変わってるよね。左に黒い丸なんてあったっけ。そしたらこれ元にちょっと行っちゃいますか。これが黒い丸が、この状態だから一回全部黒潰して、白いところがこうだね。さあ多分横にずらしたらこれでいいはず。おー来たー。で開けると、おー完全クリアのマークということで、そっか、脱出をしてからちょっと変わったりするのか。さあセーブして、はい脱出、カンガナ脱出をしましたということで、完全脱出エンド来ましたね。はい、ということで今回、脱出太郎さんの方を始めてさせてもらったわけですが、いやーなかなか面白いね。
この他にもかなりシリーズがあるようなのでちょっとやっていこうかなと思います。ちなみにこちらは、フラッシュゲームなので PC 版ですねとなってます。もしされたい方は脱出太郎で調べるとすぐ出てくるかなと思いますのでぜひやってみてください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。そしたらまたお会いしましょう。ほんじゃまたな。